はい、こんにちは。今日は振り袖選びについてのご質問です。はい、どうぞ。はい、娘がこの春高校を卒業します。お話を伺っていると、成人式の振り袖を選ぶのに良い時期とか、和装館のウェブサイトを見ると振り袖のスタイルが6つあるなどと、どう選んでいいのか迷います。そこでぜひ成人式の振り袖を選ぶときに気をつけたいことなど、基本的なところを教えてください。どうぞよろしくお願いします。はい、これちょっとね、ちょっと前の質問やって、まさにこれ高校卒業っていうので2月頃に質問やったんですけど、実際高校卒業される年度に振り袖を見に来られる方って多いですよね。そうですね。そうなんですよ。だからもう2年前なんですけど、意外と多くてですね、なんでかっていうと、こうして高校卒業されると、こう、うちなんか地方なんで、都会とか他府県に出る方が多いんですよね。で、出てしまうと意外と一緒に振り袖を選ぶタイミングってこうなくてですね、だからもう一緒にいられる間に決められたらどうですかって言って、うちもね、ご連絡させていただくんですけども、っていう話ですね。で、まあゴールデンウィーク、今ちょうどゴールデンウィークに撮ってるんですけど、ゴールデンウィークもパラパラ帰ってきて見られてますんで、できるだけやっぱ早めですよね。次も夏休みとか、意外とこう後々と思ってるとタイミング伸ばしますんで、一緒にいられる時あったらもう早めに決められたらいいかと思います。それと美容室もやっぱり順番にいい時間も終わってきますんでね、それ結構でかいですよね。はい、後になるともう朝早早とか行くから気の毒なんで、そういう面もありまして、それとまあそんなに振り袖って1年2年で柄が劇的に変わることもないんでね、長い目で見れば確かに10年20年のスパンで見ると流行りはありますけども、1年ではそんなに変わらないので早めにされたらいいかと思います。でどんなのが似合うかって話なんですけど、これは別に振り袖だけじゃなくてですね、やっぱりこう縦の柄っていうのはスラッと見えるし、横の柄っていうのは今度横の方にこう何ていうか大きく見えるっていうのが大前提ですよね。で例えばこう短く見せたいんやったら、こう間にこう帯で違うように見えるとかね、そしたら背の高い方がちょっとこう自分をこう小柄っていうか着ると見えますし、逆に帯を同系色にすると全体がつながるし、さらに縦柄やったらこう全体的につながって見えるっていうのはありますよね。それから色でいうと赤とか黄色とかはこう膨張色ですし、青とか黒とかは逆に縮小して見えるっていうような原則もありますよね。あと柄もやっぱり大きいのが大きく見せますんで、小柄やったらこう小っちゃく見えるっていうのはありますね。あとは顔写りなんですけども、顔写りもまあお肌がそれこそブルーベースとイエローベースと言いまして、自分のお肌見た時にこの辺で見られるといいんですけども、黄が強い方、黄色系が強い方と青系が強い方ってあるんですね。ブルーベースの方やったら、ブルーベースの方は一つはもう本当に鮮やかなサイドの高い色が似合うし、あるいは黒とか白とかそういう色も似合いますよね。それとサイドが高いのと、もう一つは本当にこう白を入れた薄い色が似合うんですよね。だからね、サイドの高い色か白のを入れた薄い色が似合いますし、逆にイエローベースの人は黒を混ぜたようなちょっとくすんだ色が似合う方と、それからサイドはある程度高めでかつその明るめの色ですよね。だから白を入れるんですけども、サイドはそんなに落としてない。ほんでサイドの鮮やかって言ったら、前も喋りましたけど、マンセルの色相関図表ってあると思うんですよ。色です。ああいうはっきりした色がサイドが高い色なんですけども、これが戻しますけどブルーベースの方には似合う方があるし、これも2パターンでね、ブルーベースの中でも、まあ、具体的に言うとこれウィンターカラーって言うんですけど、冬色っていうのはもうサイドが高い色ですね。それからサマーカラーっていうのは白を入れた薄い色が似合う、この2パターンいらっしゃいまして、逆に黄色の方でしたら、黄色ベースの方は黒を入れたサイドが低くてかつそれから明度の低い色が似合う方、これ秋色って言うんですけどもね、とあるいはの方と、もう一つはサイドはある程度高いんですけども、それに白を入れた明るい色ですね、明るい色に似合う方っていうふうに4パターンに分かるんですね、人って。それは同じ赤でも、だから明るい赤が似合う方なんか、はっきりした赤が似合う方があるんかっていうふうに変わってきますんで、この辺がやっぱりこう別に振り袖だけじゃなくって、全体的にお洋服とか着物を選ぶ時のポイントですね。でどうしても自分のその色と違うのを着たかった場合は、この
首元で調節ができますんで、ある程度だから重ね襟とかあるいは入りなんかもそうですけど、入りなんかで調節できますよね。それと入りの白っていうのはとてもよくてですね、レフ板効果で顔つりを明るくするんですね。だから入りは私は本当白系がいいと思ってるんですけどね。こういろんな色入れはる方もあるんですけども、そのいろんな色入れはんやったら、今言うたみたいに自分の似合う色入れはんやったらまだいいんですけども、そうでなかったら白とかにされた方がいいかなとは思いますね。そんなところですかね。あとね、そもそも改めて言いますけども、政治式って何のためにするんやって話なんですね。これなんか皆さんなんか抜けてはる方が多いかなって最近思うんで、改めて言いますけども、成人式ってね、冠婚葬祭の冠にあたるんですよ。冠婚葬祭って要は人生の一番大事な儀式を4つ挙げてはるんですけども、冠なんですよ。要は一番最初の一番大事な儀式にあたりますんで、それぐらいやっぱりこう重要ってことですわ。で、昔は本当に冠冠かぶってたんですよ。元服って言いまして、男性の公家さんなんかは冠かぶってまして、で女性の方やったらそれこそ髪上げとか聖女式って言いまして、それまでこうおかっぱにしてたのをこうまとめてちゃんとこう後ろに下ろすっていう、その儀式で要は大人になるってことですね。でそこで女性でしたら5つ門の振袖、黒い振袖を着てたんですね。門を入れるってことは家を背負う大事な大事ってことなんで、5つ門の黒い振袖を着てたんですね。でそうして、ほんで結婚するとこの黒い振袖の袖を留めまして、要は切るということですね。袖を切って留め袖にしてたんですよ。要は縁、どういうことかというと、着物の袖の中にもここに縁を入れる、縁を呼び込むという意味がありますん でそれで振袖という未婚 の方の着物は長いですね。長い袖の方が縁を呼び込む確率が上がりますん でいいご縁を呼び込むために袖を振って、いいご縁が入るとそれをとどめるためにとどめる袖の留め袖にするんですよ。でこの切った袖ですけども、それで何をしたかっていうと黒い切れが残りますよね、はい、ちなみに振袖ってこの一番正式の黒い振袖と、もう一つは艶やかな赤とかの色の振袖と2枚作ってたんですね昔は。でそれぞれ留めますと、黒の切れやったらこれは男の子の帯作ったんですよ、うん、ほんで赤の方、赤とか艶やかな色のやつはそれこそ女の子の動きにしたってことです。そうして縁を結ぶ袖で今度赤ちゃんを抱いて、すぐすぐいいご縁を、ね、結べますようにっていうので祝ったって話です。これぐらいやっぱり大事な儀式っていうことを頭に入れておいてほしいんですね。で戦後ですけども、今の成人式になったのは埼玉県のね、蕨町、その頃今の蕨市っていうところがありまして、ここがね1945年に終戦ですよね。46年の11月の22日、要はもうほぼ1年後ですよね。1年後に蕨市の青年団がそれこそ青年祭っていうのを開催したんですって。要はもう焼け野原になった日本をが、ね、それこそ立て直すのは若者やと、だから若者を頑張ってくれっていうので青年祭っていうのを実行したそうなんですけども、これがね瞬く間に日本中に広がりまして、で1949年の1月15日にはもう成人になってきたんですよ。それぐらい本当にもう日本中がこうしょぼんとしてた時に、若者を頑張ってくれっていう気持ちで改めて戦後この成人式っていうか、昔の原服にあたるような尊い儀式っていうのを復活したってことなんですよ。だからそういう気持ちで成人式に出てほしいなと思います。私もう40年前になりますけど、私は京都の京都市からちょっと南の城陽市っていうところで成人式を迎えたんですけど、ちょうどその時に伏見工業高校って後ドラマ「スクールウォーズ」っていうドラマにもなった、はい、本当にもう荒れた学校に山口さんという先生が赴任されて、そこのラグビー部を日本一にされたんですけども、その山口監督が公演に来られてまして、もう今でも私覚えてますね。もうとってもいい話で、もう下向いて、ね、もう泣きまくってましたから私、とってもいい話で、まあヤンキーがうるさくてね騒いでましたけどね、私とまあ私の親友も2人ともまあサッカー少年やったんですけど、2人でも下向いて泣いてましたけど、もう山口がそんな騒いでても全く気にせず堂々と熱く喋ってくださいまして、もう自分に矢印を向ける勇気を持てっておっしゃってましたけど、とにかくとってもいい話でしたんで、やっぱそれぐらいゲストもそういう気持ちでお話をしてくださると思うんで、騒いでたらもったいないと思います。うん、だから本当に清掃できちっと襟を正して、これからもう社会を背負う人間になりますんで、改めてそういう気持ちで成人式を迎えてほしいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。
和装館の創業以来、定期的に和の話と元気になる話をセットにした無料の講演会や、6回で着られる着付け教室、無料の着物お手入れ相談会、さらに毎月着物でのお出かけイベントを開催しています。ご興味のある方は概要欄のリンクからご確認できますので、そちらにもご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。